お元気ですか、ボクシムです。今回は 2023BBM、ベースボールカードプレミアムジェネシスの開封動画で後編の、10パックやっていきたいと思います。で2つのね、これミニボックスでございます。ではね、早速やっていきたいと思います。まずはですね、こちらね、蓋を開けまして、ね、5袋をね、出したいと思います。はい、ね、5袋でございます。では後編の1袋目開けたいと思います。失礼しました、1パックですね。ヤクルトの村上宗隆内野手でございます。ちょっとね、ごめんなさい、ちょっとねずれましたのでね、ちょっと移動したいと思います。はい、失礼させました。で西武の源田壮亮内野手でございます。で楽天の松井裕樹投手でございます。で巨人の大城匠捕手でございます。でオリックスの頓宮裕真捕手でございます。続いて2袋目でございます。阪神の佐藤輝明内野手でございます。ロッテの中村奨吾内野手でございます。中日の涌井秀明投手でございます。で楽天の浅村秀人内野手でございます。巨人の丸義弘外野手でございます。3袋目でございます。ヤクルトの石川正則投手でございます。西武の青山湊投手でございます。オリックスの山下俊平太投手でございます。で中日の福永博樹内野手でございます。楽天の島内博明外野手でございます。4袋目でございます。で西武の中村武也内野手でございます。で広島東洋カープの菊池涼介内野手の色違いカードでございます。ちょっとね、あの紅色をしたカードでございます。こちらがですね、200分の14となっております。はい、こちらでございます。はい、続けていきます。広島のクリアレイン投手でございます。オリックスの森友哉捕手でございます。中日の細川誠也、外野手でございます。5袋目でございます。ソフトバンクの中村晃外野手でございます。広島の、森下正人投手でございます。で日本ハムの松本剛外野手でございます。で横浜の佐野啓太外野手でございます。で中日ドラゴンズのチェックリストでございます。で続いてね、こちら最後のミニボックス開けたいと思います。はい、ね、5パックでございます。6パック目でございます。西武の山下浩、すみません、西武の、高橋光成投手でございました。失礼いたしました。阪神の湯浅敦樹投手でございます。でロッテの増田直也投手でございます。でオリックスの山本由伸投手でございます。中日の村松海斗内野手でございます。7袋目でございます。
のヤクルトの吉村康次郎投手でございます。西武の長谷川慎也内野手です。阪神の近本浩二外野手です。楽天の田中将大投手でございます。で巨人の坂本勇人内野手でございます。8袋目でございます。でロッテの西野雄二投手でございます。で直筆サインカード出ましたね。こちらがですね、阪神のですね西勇輝投手の直筆サインカードがね出ました。で番号はですね20分の19ですね。ちょっと惜しかったですね。これが20分の20だとラストナンバーでございましたけどね、これはなかなかねいい直筆サインカードねゲットいたしました。で続けていきたいと思います。横浜の宮崎敏郎、これは内野手でございます。でオリックスの杉本裕太郎外野手でございます。で中日の岡林勇希外野手でございます。9パック目開けたいと思います。で日本ハムの加藤隆之投手でございます。で横浜の林拓磨内野手でございます。でソフトバンクの栗原陽也外野手でございます。で広島東洋カープの菊池涼介内野手でございまして、で横浜 DeNA のこれチェックリストでございます。最後のね10パック目でございます。ロッテの友杉敦貴内野手でございます。ヤクルトの青木宣親外野手でございます。広島の菊池涼介内野手でございます。これや楽天の小深田博人内野手でございまして、最後は読売ジャイアンツの大勢投手でございます。以上で 2023BBM ベースボールカードプレミアムゼニスの開封動画終わりたいと思います。で、このね開封動画は、13日までねちょっとね、お休みしたいと思います。ちょっと変わればね、ちょっと やるかもしれませんけどね、とりあえずね、13日まではね、一旦お休みします。で、今後はですね、またね、10月の下旬頃にまた新作が出る予定でございますが、この13日っていうのが、今まで、BBM シリーズで直筆サインカード出なかった時があったんですよ。で、その一箱だけ、ちょっとリベンジ企画としてね、やっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、なおですね、メンバーシップ限定では、私がね、よりマニアックな、ボックスを買いまして、開封動画としてやっていきますのでね、どうかね、余裕のある方はね、ぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。